復興庁は日本の行政機関の一つである。東日本大震災からの復興を目的として内閣に機関を定めて設置される。2012年2月10日に設置され、2031年3月31日まで設置される予定。復興庁の看板掛けを行う内閣総理大臣、野田義彦と復興大臣、平野達夫復興大臣の記者会見のバックパネルに、 シンボルマークが描かれている東日本大震災復興基本法第4章に復興庁設置の基本方針が規定された。2011年12月9日に成立した復興庁設置法によってその目的、所証事務、組織が具体化された。内閣の下に置かれ東日本大震災復興基本法第2条の基本理念に則り東北地方太平洋沖地震。 東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを目的とする初代復興大臣には東日本大震災復興対策担当大臣を務めていた平野達夫が就任した復興庁については 国家行政組織法の適用が除外されており、必要な規定は復興庁設置法に規定している。県政順では、組織としての復興庁は、府省と同列で、内閣府の次、総務省の前となるが、復興大臣は、主任の大臣でないため、大臣の並びとしては、内閣官房長官の次、国家公安委員会委員長の前となる。復興副大臣については、 副大臣の筆頭となる。復興大臣政務官については、他府省の大臣政務官との兼任のため単独の官職として、順序の問題は原則として生じない。内閣総理大臣は、復興庁の命令として、復興庁令を発することができる。復興庁の本庁は、被災地に置くことを求める声もあったが、内閣官房や他省庁との調整機能を優先させ、 東京に置かれることになった。復興庁の看板は岩手県陸前高田市の高田松原で津波被害を受けた松から作られている。発足当初は東京都港区の3街道ビルに所在していたが、後に東京都千代田区の中央合同庁舎第4号館に移転することになり、2016年5月2日より移転先で業務を開始した。 震災発生から10年となる2021年3月31日までに廃止されることとされていたが、当初の計画からさらに10年に延長し2031年3月31日までとする復興の基本方針が2019年12月20日に閣議決定された。設置期限延長のための法案は、復興庁設置法等の一部を改正する。 法律案として2020年3月3日に衆議院に提出され、同年6月5日に参議院本会議で可決、成立した。復興庁の内部組織は一般的に法律の復興庁設置法、政令の復興庁組織令及び復興庁令の復興庁組織規則が階層的に規定している。弾力的な運営のため個々に権限を規定した組織を設置せず、 局長級の統括官、課長級の参事官を設置するなどを幹部職員の定数を定めるのみとなっており、HP の案内でも最小の単位が半となっている。復興庁が主管する独立行政法人は2021年4月1日、現在存在しない。復興庁が主管する特殊法人は2021年4月1日、現在存在しない。 復興庁が主管する特別の法律により、設立される民間法人は2021年4月1日現在、存在しない。復興庁が主管する認可法人、地方共同法人及び特別の法律により、設立される法人は存在しない。復興庁は、その予算のすべてを、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、 法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管と共管する東日本大震災復興特別会計に計上しているため、2020年度一般会計予算における復興庁所管の歳出予算は存在しない。2021年度東日本大震災。 復興特別会計予算における復興庁所管の歳出予算は6215億8138万円となっている。復興庁は東日本大震災復興特別会計以外の特別会計は所管しない。一般職の在職者数は2020年7月1日現在202人である。この他に非常勤職員第四条第十三号に定める。 期間業務職員であって、常勤職員について定められている勤務時間以上、勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超える職員に限る。215人が在職している。2020年度特別会計予算における予算定員は特別職3人、一般職208人の計211人である。復興庁職員は一般職の国家公務員なので、 団結権は保障されており、職員は労働組合として国交法の規定する職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。2020年3月31日現在、人事院に登録された職員団体は存在しない。組合員数は0人、組織率は0%となっている。一般職の幹部人事は、 以下の通りである。ありがとうございます。